屋の花澤です。ご視聴ありがとうございます。本日はこちらの2冊壺が効くこの症状この病気という本と、自分でできる壺押し&マッサージという本を参考に肩こりのためのマッサージ壺押しをご紹介いたしたいと思います。ではまず牽制という壺を押していきます。牽制の壺はですね、肩、もうこの肩部分の方、中央、肩凝ったなって感じるときに触る場所ですね。そこのくぼみ部分が牽制のツボです。で、ここになりますね。ここが牽制のツボです。で、ここに手を当てた状態で、親指をあてがって肘を押し込むようにツボを刺激しますね。こちらもツボを見つけたら親指を当てて肘で押し込む感じですね。これでツボ刺激が気持ちよくできます。指で行うのもいいんですけれども、こういったものを使用していただいて、このように押しても構いません。こういう感じですね。ただこういうものを使うと楽に押せる分ですね、ちょっと強く押しすぎたり、長く押しすぎたりしてしまうことがありますので、そこは注意してください。ね。ツボ押しをより効果的に肩こりをより解消する効果が高い工夫としては、こう当てた状態で肩の高さまで肘を曲げた状態で腕を上げてですね、そしてこのように回すというか下げて、この肘の高さをキープした状態で手の甲を見せるように、こういうふうにこのように動かしていただくと、体操効果とツボ押し効果が相乗効果でより効果的に肩こりを改善します。このように行ってください。ちょっとあまり前じゃなくてしっかりサイドっていう感じですね。サイドで肩の高さで直角にしてグッと下げていく。次は後行という肩甲骨の内側にあるツボです。第四胸椎の指4本分外側で肩甲骨の内側にあるツボなんですけれども、こう肘を下から上に上げて、こう下に下ろしていただいて、でこの当たったところをこういうふうに小さく押し揉む感じなんですけど、これはちょっと手でやるのはなかなか大変なのと、あまり気持ちよく感じにくいかと思うんですね。なんで これもこういうこれはぜひともツボ押しのグッズを使っていただいて、あるいは人に押してもらってっていうのが一番いいんですけど、こういう感じで何かボールペンなんかでもいいかもしれませんね。一番いいのはこうちょっとやっぱり握り込めるタイプのものの方が圧を加えやすいのと手が疲れないのとでいいかと思うんですけど、こういう感じで押すと非常に気持ちがいいです。この辺の肩甲骨の内側、ここが一番のポイントなんですけど、その周囲も結構たくさん効き目のある響くツボがありますので、押していって探っていただければと思いますね。反対側もこういうふうに当てて、やっぱり
リラックスした状態で、押していくのが一番なので、やはり背中側のツボになるときは特にグッズを使っていただいて押すのが一番かと思いますね。指の力を使うと手が疲れますし、なかなかリラックスして押せないので、あまり気持ちよくないので、これがあるとだいぶ気持ちよく押せます。この辺を肩甲骨の内側を目安に、ちょっと下の方ですね、肩というよりかは背中側という感じで、この辺になりますね。次は眼点という耳たぶにあるツボを押していきます。ここは目の疲労、目の疲れからくる、肩こりに大変効果的なツボになります。だいたい肩こりと目の疲れというのが並行して起こってきますので、自覚がある方はこの眼点のマッサージもぜひ取り入れてください。単純にこの親指と人差し指で挟むようにして揉んでマッサージしますね。顔の血流も良くなりますので、お顔のトラブル、血色が悪いですとか、むくみがあるですとか、顔の肌がかさつくですとかっていう方にもおすすめですね。ここを耳たぶをマッサージしてください。眼点はここになるんですけど、ついでに耳全体をやってももちろんいいですね。こういう感じで耳を揉むことで目の疲れを軽減して、その目と関係のある肩こりも和らげてくれます。次は手三里のツボですね。有名なツボですね。肘の投げ目から指3本分外側です。親指でこちらの残った四肢と挟むようにしてグッと押し込んで刺激してください。リラックスして息を吐きながら押すようにしてください。手の疲れとか腕のしびれですとか、全体的な体の疲労、あるいはストレスといった疲れも症状にも効き目がありますので、すごく覚えておきたい場所ですね。自律神経が正常に働いているかのチェックができるところでもあります。この響きが指先まで伝わるようであれば自律神経は問題ありませんけれども、押した場所だけが痛くて指先の方に響きがないという方は自律神経がちょっと失調気味かだと思っていいかと思います。そういうふうにいろいろと押しやすく効果のあるツボなんですけれども、押しすぎると揉み返しが出ますので、ここもそこは気をつけてください。はい、もう一つの肩こりに効く腕のツボ、極地というツボになります。目の疲れを取るツボでもありますね。このまさに肘の曲がり目のすぐ下の骨際ですね、ここが極地というツボになります。曲がる池と書きますね。極地のツボを押しやすいやり方でいいんですけど、押し揉みをしますね。こういう感じでこねるようにして刺激してください。
肌に潤いを与えるツボでもあります。でもう一個こちらですね、反対側も同じように上げてシワの下のところを押し揉みますね。私はこれがやりやすいと思ってやってますけれども、親指の方がいい方は親指でももちろん大丈夫です。小さく円を描くように押し揉みをしてください。肩が凝っている方は首も凝っていますので、首も合わせて行いたいと思います。首はこうして後ろは横に流すようにしてください。こうちょっとまあこう挟むようにしてもいいですし、横に流す、こちら側からですね。こういう形でも押していけます。フーチケンチューレ、非常に有名な肩首の凝りのツボになりますね。この真ん中の太い筋の横キバがケンチューですね、肺際のところ。でさらに少し上の外側、こちらが腹内になります。それと胸鎖乳突筋ですね、こここういう姿勢をとって頭の位置が良くないとか猫背になってるとかっていう風にして肩首が凝ってるという方は、胸鎖乳突筋も硬くなってる場合が非常に多いです。ここはまあ、このように揉んでもいいんですけど、簡単なのはこういう感じですね。グーではなくてこの指だけ曲げるような形で第二関節まで曲げる感じで、こういう感じで指の後ろから鎖骨までを流すようにしてほぐしてください。これでだいぶ肩首の凝りは楽になると思います。以上です。ご参考になりましたでしょうか。